悪魔青に悪魔青に気絶から目を覚ますとそこは何にもない部屋。そこで悪魔青鬼に追いかけられる。タンスなどの隠れる場所もないので、ただただひたすら追いかけられる。疲れて走れなくなってもその間は待つ悪魔青鬼。また逃げ出したら追いかけて、休んだら待つ、苦しんでる顔を楽しむ悪魔青鬼。スライム青鬼、スライム青鬼。スライム青鬼は人間に蹴られたらやられちゃうくらい弱い青鬼。スライムと比べると顔はでかい。でもスライムにも簡単にやられちゃいます。なんならおじいちゃんの杖が当たっただけでやられてしまうくらい弱いです。青鬼バンド、青鬼バンド。楽器はなんと人間です。メンバーはギター、ボーカル、ドラム、ベース。音は人間にダメージを与えた時の悲鳴です。怖すぎるバンドです。ザリガニ青鬼、ザリガニ青鬼。ザリガニ青鬼のハサミは人間を挟んでも切ることはできません。だってそんなに切れ味が良かったら間違って自分を切っちゃうかもしれないからです。なのでハサミは人間の髪の毛を切るくらいしかできません。醤油青鬼、醤油青鬼。醤油青鬼をつけて物なんか食べたらもう怖すぎ。胃の中で醤油青鬼が元の姿へと戻り、胃を少しずつ食べます。胃に穴が開くのは醤油青鬼のせいだったんですね。人魚青鬼、人魚青鬼。かわいいねお姉さんなんて近づいたら危険。なんと下半身が青鬼。なんだ、下半身が青鬼くらいだったらいいじゃん。なんて考えは危険。なんと口を開ければふわっていい、食べられちゃうぞ。でも可愛い子に食べられるならまあいいか。お金をくれる青鬼、お金をくれる青鬼。お金をくれる青鬼はお金をくれます。でもその代わりに食べてきます。だから結局はお金をもらってないのと一緒。青鬼もどき、青鬼もどき。全然青鬼と区別がつかない青鬼もどき。もともとはこんな可愛い動物。でもこのままだと怖い動物に襲われてしまうので、成長するにつれて青鬼見たくなるのです。一応見分ける場所があって、尻尾を見れば可愛い尻尾がついてるのが青鬼もどき。皆さん、たくさんのご応募ありがとうございます。採用されなかった方々申し訳ございません。また次回ぜひともチャレンジしてみてください。さあ、それではルールを守って応募しましょう。ルール1、名前アイコン使っていい方。ルール2、1人1つまで。ルール3、下ネタや危ない発言はやめましょう。ルール4、採用されなくても文句だけは言わない方だけ応募してください。それでは応募の期間は10月24日の19時まで。たくさんのご応募お待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。チャンネル登録よろしく。